こんにちは、アルです。ただいま街が異様な雰囲気に包まれているので、突如ではない、急遽録画を開始した次第でございます。なんとですね、見てよ、この、キョンシーみたいな。キョンシーだ。キョンシーとか、角が生えたタコ、かわいいな。角が生えたタコちゃんとか、ほら、ジェイソンのマスクとか、なんだこれ。これはホラーなのかな。魚に食われた人とかねえ、街に溢れかえってるんですよ。君は君は伊達コンタクトだったね。普通だった。ああ、また角だ。でね、角の頭ギアのイカちゃんタコちゃんよく見ると目の下にねキラキラがついてて可愛いんですよ。ほら、キラキラキラ。ああ。はいはいはい。かわいいね。タコちゃんだ。あら、かわいいね。キョンシーじゃ。キョンシーお札貼られてっから動けねえはずなんですよ。こっちにもおるな。うん。おー、すげえ。おー、出た。怖えな。髪ってこんなだったっけ。あれ、もみあげ的なところもなんか切れてる。いや、元からか。いや、こんなだったよね。なんかこうペローンってなってると思ったんだけど、髪型ギアによってはこう切れたんか。なんか途中でぶった切られてるみたいな。大丈夫。よろしい。ならば、トリックだ。なんだろう。切れてますね。あ、髪型か。髪型じゃ。パッツン。前髪パッツンの子は、こうなっとんか。知らんかったわーい。怖えな。見られてるー。いや、しかし、また出たな。これだけ間抜けですよね。壊れちゃったの？サーシャン。ふんふん。各僕もですね、ついに手に入れましたよ、この、ハロウィンギアを。ああ、かわいいね。いいね、いいね、キョンキョン棒に、アンコーラバーマスク。これ、これ間抜け。ホッケー仮面ね、ジェイソンのね、ホッケー選手のマスク。やっぱこれだよな、ウユシカチューシャが可愛いね。サブインク効率か。で、一足、あ、一足なんじゃ、いいかもね。インク効率に回復力アップ。なるほどね。じゃん。このラーメンが可愛いですよね。他ついてないもんな。あ、これ。ほっぺに赤いのがついてる。これ、なんだろうね。はぁ、いいな。これ、これいいな。はい。というわけで、やっぱりハロウィンが近づいてきているなっていうのが、わかりましたね。ちなみに、僕は、どっちに投票したっけな。トリックだったかな。行ってみましょう。トリック、トリックに参加しております。100倍マッチ多いな。10倍マッチ多いな。あー、こんなんも見れるようになったじゃん。へー、フェスの心得。1、2つのお題から好きな方を選んで縄張りバトルをすべし。2、バトルでたくさん塗ったり勝利したらフェスポイントを与えるべし。3、フェスポイントを貯めた者にはふさわしい称号を与えるべし。4、フェスの結果でどっちのお題が活かしているか決めるべし。5、フェス終了後に称号に応じてご褒美を与えるべし。6、活かしたチームにはより多くのご褒美を与えるべし。7、フェスが終わったらフェスティは返却すべし。なるほどね。しかも今回なんか48時間、2日ぶっ続けでフェスがあるんでしょう。
ということはどういうことなんだ。称号とかはまだ変わらんのかな。カリスマとか永遠までになるのかな。ちょっと気になるんですが、やってみたいと思いますね。いやー、今回はですね、あまりにこのハロウィンギアが多すぎて、ちょっと急遽録画してみました。各、私も、ウミウシカチューシャをつけて、みんなの中に混じりたいと思います。イェーイ。みんな、うまいんだよな。あれ、サーシャン？前ここにおったサーシャンだね。なるほど、なるほど。というわけでご視聴ありがとうございました。皆さんはどちらのチームに応募したでしょうか？コメント欄で教えてください。場合によっては敵だけどな。じゃあねー、バイバーイ。